曹操は今袁紹にかかりっきりだ。この隙に巨匠をもらうぜ。この趙文元がお相手しよう。私と君の前に敵はないな、孫策。一時の敗北など構いませぬ。連携決まりましたね、孫策様。夫婦ですもの、当然ですよね。覚えておけ、次は容赦しねえぞ。敵将は討ち取ったぜ。ここで攻めてくるとは、いい着眼点だ。さすがは高騰の小範囲、戦略もまとめだ。まあな、周囲の受け売りだけどよ。覚えておけ、次は容赦しねえぞ。ヤッホー。羽生、来てくださったのですか。ですがこれ式の敵、私一人で大丈夫です。これはきつい。一つ出直そう。こいつは豪快だ。俺も今週は折れませんな。一人か。貴様も舐められたもんだ。ぶっ倒す。やりたい放題やりやがってな。この俺がぶちのめしてくれる。悔しいな。ここは光れば。次こそは我が知略でお前を倒す。毛徳の留守は俺が守る。貴様らの好きにはさせん。強そうな相手だぜ。思いっきり楽しめそうだな。俺が戦場で遅れを取るとはな。巨匠は取った。これで曹操も力をなくす。俺たちの国まだまだ大きくなるぜ。